皆さんこんにちは、3.2 パッチノートが公開。いつも通りまとめていきます。はい、メンテ時間はいつも通り70からおよそ5時間ですね。アプデ日は11月2日で予定通り。樹脂を調整したい方はお忘れなく。メンテナンスの詫び石はいつも通り。アプデで300個、メンテ時間5時間で300個ですね。では、今回は新マップ追加なし。新キャラクターからですね。前半で星5ナヒーダがピックアップ、後半で星4レイラがピックアップです。ナヒーダは素材が公開されましたが、レイラは実装直前に情報が公開になると思います。復刻枠は、前半でヨイミヤ、後半でヤエミことタルタリアがピックアップになります。ガチャの時期ご確認を忘れなく。続いて、新武器はナヒーダのモチーフだけですね。武器性能は昨日発表されました。続いて、模倣システムが壺に追加。フレンドの壺で、フレンドが許可していれば、内容をコピーできるようになるらしいです。ちょっと目立った変化がなかったので、任務追加系は割愛。で、敵は無双の炎がナーフされます。ヨイミヤ育成してねってことなんでしょう。システムは、アンチエイリアス機能について。すみません。わかりません。で、最後はこれ。再び会心の効果音調整。どうなるのでしょうか。あとは、戦闘参加 NPC が元素効果を。だから、元素反応するようになるのかな。で、ゴミ箱の素材が追加。やったぜ。鉱石調整は、魔性なので真っ青な鉱石の比率が下がるってことかな。で、草元素エフェクトが調整。個人的には開花が一番ヤバそう。コナミ感。以上です。パッチノート短すぎ。ご視聴ありがとうございました。